でもない。行っちゃえよ、バイトするならタウンワークって行っちゃえよ。夢ってリクルート。お願いします。はい、登録になります。ご注意ください。よーい、はい。うわ冷たよーい、はい。え？なんでもない。言っちゃえよ。タウンワークって言っちゃえよ。はい、カット。ありがとう。まだバイトするから頑張ってます。バイトするから。中さん、
願いします。お願いします。パン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 、よーい、はい。好き。え、なんでもない。ありがとう。ありがとう。いい感じ、いい感じ、いい感じ。パンパン。パンパン。よーい。はい。じゃあよ。バイトするならタウンワークって言っちゃえよ。はい。はい。勝った。はい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 。こんな友達が入ってるの。じゃあもう一回。はい。言っちゃえよ。バイトするならタウンワークって言っちゃえよ。タウンワークって言っちゃえよ。うん。うん。タウンワークって。はい。ありがとう、ごめんなさい。はい。ありがとう。いい感じです、いい感じです。はい。中澤さん、本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。本日の撮影です。よろしくお願いします。このシチュエーション以上になります。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。とにかく嬉しかったですね。毎回毎回いろんな役に松本さんが扮していて、今回はどんなシチュエーションなんだろうってコンテ見るまですごいワクワクしてました。なんか最初間違え私に間違えて伝えてるんだろうなと思ってて、それぐらいなんか普通に見てたので謎です。なんで私なんだろうなっていう気持ちで嬉しいんですけど、斉藤さんと雪合戦を最初にするんですけど、そこは実際の本物の雪を使って撮影してたんで、かなり手が冷たくて、でもこう外の雰囲気を出せるように意識して演じました。はい。全部を通してすごい楽しかったんですけど、もう今本当に体中塩まみれで、なんか塩ってすごくて布を超えて入ってくるんですよ。すごいズボンの中も全部塩で、今なんか塩ってすごいなって思ったし、でも松本さんとこう隣り合わせで寝っ転がれることなんてそうそうないと思うので、ここぞとばかりにすごい顔を観察させていただきました。結構眉毛の一本一本がしっかりしていました。ほんのちょっと会話したりはあったんですけど、でもなんか思ったよりすごく優しそうな方だなという印象です。ちょっと笑いをこらえるのに必死で、はい、まあ直接の絡みはまあなかったですけど、すごくこう間近で見れてすごい幸せでした。はい、印象いやすごくこうなんか何度も何度も転がられてたじゃないですか。結構やっぱりと位置とかもシビアで大変だったと思うんですけど、こうひたむきに淡々とこう行ったり来たりを繰り返されてたのがすごく印象的で、すごくこうまっすぐな方なのかなっていう印象がちょっと無理ありました。いやすいません、あんまりちょっとあんまり、いやでもそういうすごい、はいはい、そういう印象です。こうちょいちょい
なんか一緒に倒れ込むシーンがあったんですけど、せーのって言うねって言ってくださったり、あと雪合戦する時も全然かけてきていいよって言ってくださったりしたので、すごく優しい方なんだなと思いました。そうですね、どっちかというとあんまり告白とかはしないタイプです。でも本当転がってばっかりだったので、まあでもそうですね、シャイっていう部分は素なので当てはまってると。まあ今回は言われる側だったんですけど、僕個人としてはやっぱり言いたい側ですかね。自分から、割と役とかでもこう自分から言う役が多かったんで、なんかこう好きって言われる立場はすごいこうキュンキュンしてました。キュン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 ぐらい素晴らしかったです。こんな風にっていうのはまあそこまで具体的なのはないですけど、まあ手作りだったらすごく嬉しいかなと思いますね。まあ基本的にまあ男はすごい単純な生き物じゃないですか。なので本当にもうもらえるだけでテンション上がりますけどね。でも18年間生きてきてチョコをバレンタインにあげたことがあんまり、手作りとかあげたことないので、もうあげるだけで私の中ではすごく大きな挑戦になってしまうので、作ってなんかでも多分可愛く渡したりするのはできないタイプなので、もう投げるぐらいの感じだと思います。投げちゃうちょっとやってみましょうか。カメラ出たこれがもう理想の彼氏だと思って初めてチョコを作ってみたので、ぜひ食べてください、はい、本当に投げるんですね割と結構車とかが好きなんですよ。なんでまあガソリンスタンドとかこうなんかやってみたいなってふと思ったことはありますね。図書館、なんかスーパーとかだとすごい喋るじゃないですか。多分接客向いてないので図書館ぐらいのちょっと静かな感じだったら、もうなんか事務的なことだけ喋ればいいかなっていう。なんか本が好きなので、本と関われて、かつあのレジやってみたいので、貸し出し P みたいな。